んばんは。ああ、いらっしゃいませ。何かお探しですか？ええ。私はスコット・シェルビー、私立探偵です。折り紙殺人の件を調査しています。いくつか質問があります。私の息子は死にました、シェルビーさん。何も言うことはありません。念のため、名刺を置いてきます。お構いなく。その必要はありません。喘息の薬はあります。ちょうど切らしてて、せっかく来たのに何も収穫がないままなの。奥の右側の棚です。ありがとう。いらっしゃいませ。何かお探しのものがおありですか？レジの金をよこせ。おかしな真似はするなよ。レジを開けろってんだ。カウンターに金を置け。くそ、聞こえねえのか。さっさとレジを開けやがれ。いいえ、あなたにこの金を盗む権利はない。私が一生懸命稼いだ金だ。渡せません。なんだと？イカれてんじゃねえか？わかんねえのか？俺の言う通りにしなきゃ、機体の真ん中をぶち抜くって言ってんだ。あなたに渡すわけにはいかない。私のものです。手遅れになる前に店から出て行きなさい。クソ、このクソジジイ、レジを開けろ。振り向かないとぶっ殺すぞ。頼むから振り向くなよ。いいえ、それはできません。チンピラミ、こうするしかなかった。本当にありがとうございます。ここにあなたがいなかったらどうなっていたことか。無駄足ではなかったわけだ。それじゃあ、私の息子レザーがいなくなった時、ロッカーのチケットが入った手紙を受け取った。ロッカーを開けるとこの箱があった。何を意味するのかはわからないが、息子を私から奪った男からの何らかのメッセージなのかと思って。見てもいいかな？どうかお役に立てるのでしたら、その箱を持って行ってください。私はレザを助けることができなかった。でも他の子供を助けることができるかもしれません。シェルビーさん、生きていてもいいことなんてないと思い始めていましたが、それは間違いだと分かりましたよ。